サシャ・ゲルストナー。サシャ・ゲルストナーは、ドイツ出身のギタリスト、ヘビーメタルバンド、ハロウィンのギタリストとして活動している。13歳にギターをはじめ、17歳には、故郷で、スタジオミュージシャンとして活動するようになる。1998年にクリス・ベイト・ガンマレーの、ドラマーであるダニエル・ツェマーマンの新プロジェクト、フリーダム・コールに加入する。2001年まで活動するが、サシャは、 自分のス、2002年にプロデューサーであるチャーリー・バウア・ファインとの紹介でマイケル・バイカートと出会い、ローランド・グラッポーが脱退して、ギタリストが不在だったハロウィーンのレコーディングに新メンバーとして加入することを前提に参加し、2003年のラビット・ドン・ト・カム・イージー、リリース前に正式にハロウィーンのメンバーになる。現在は作曲面においてもハロウィーンには欠かせない存在となっている。なお、 身長は、高章 198cm としているが、ギタリストの相方であるマイケル・バイカートよりもさらに、頭一つほど背が高く、実際は 200cm 以上の可能性があり、長身のメンバーが多いハロウィンの中でも一番の、高身長である。そのためボディに、長さがあり、面積が大きいフライング部位やエクスプローラーなど、変形タイプのギターでさえも小さく見えるほどである。 ステアウェイツーフェアリーランドタラゴン、クリスタルエンパイアラビットドントカムイージーキーパーオブザ、セブンキーズ、ザレガシー、ギャンブリングウィズザデビルアノムド、ベストオブ25スアニバーサリー7シナーズ、ストレートアウトオブヘルマイゴッド、ギブンライト、プレイスタイル、楽曲など、バイカートと似ているものが多いが、テクニックに関しては、バイカートが、俺より上手いと認めている、ダーティにプレイする、バイカートより、 正確な速弾きが得意で、スイープなど高度なテクニックも難なくこなし、その実力はかなりのものだと言える。使用ギターは2006年のツアーまでは、アイベネスのアイスマン、ESP のレスポールタイプなどを使うことが多かったが、2007年に発売したハロウィーンのアルバム、ギャンブリングウィズ・ザ・デビルに伴うツアーからは、ディーンのキャディラックシリーズや、Z シリーズを使用しており、2015年以降の、 ツアーでは一部ギブソンフライング V やディーンのマイケルシェンカーのシグネチャーモデルのフライング V。そして昨今はディーンの自身のシグネチャーモデルの V タイプも愛用している。アンプやエフェクター等のギター以外の機材には特に特別強い関わりなどはなく自分が出したい音、バンドに必要な音を得るためなら何でも使うという柔軟な考え、姿勢を持っている。世界中を回るツアーでは 相方のバイカーとともども、機材の輸送費を抑えるため、アンプシミュレーター機能が備わった、フロアタイプのマルチエフェクターや、ワウペダル、歪み系のコンパクトエフェクター等の必要最低限の、機材とメインとサブのギター数本のみ持参し、その他のアンプなど輸送費がかさむ大型で重量がある。機材は、現地調達のレンタルで済ましたり、アンプを通さず、PA に直接ラインで、 ギターの信号を送るなどして年々ツアー用の機材が簡素化されている。機材を簡素化しても全く遜色ないサウンドとプレイを聞かせることからも前日通り彼のギターテクニックの高さが伺える。ありがとうございます。